スピードを増してくるでしょうしね、はい、でも今シーズンにしっかりと準備してもらいたいですね。そうですね。7番坂倉からという打順です。ドラゴンズは橋本が続投。坂倉のキャッチャーとして今シーズンの落ち着きを持って臨める、そんなシーズンの入りになるでしょう。坂倉も代表から帰ってきてというところで、去年のアジアプロ野球チャンピオンシップ、そして今回の強化試合、代表常連になりつつあるというその存在です。バットは止まっています。深井さん、はい、どうぞ。打席の坂倉なんですが、はい、キャンプ時にしっかり打つことに関して改めて自信をつけたいと、数字としてしっかり残せるようにしたいと話していて、現在その手応えを感じつつあるそうです、はい、また開幕に向けては去年4連敗からスタートしているので、勝ってスタート、勝ってスタートできるようにしたいと話しています。前田アナウンサーに伝えてもらいました。やはりこの開幕ダッシュというのがね、一つペナントレースを占う上でも大きな、そうですね、ポイントですね。そこはやっぱり遅れたくないですね、そうすると追いかけていくのも非常に難しいですからね、やっぱりどのチームもスタートはいいスタート切りたいでしょうね、カートがね、その去年は連敗もあって、実はドラゴンズも3月4月8勝15敗と開幕ダッシュ失敗というところがあって、非常にですからお互い開幕というところでは去年少し苦しんだチーム同士でもあります。打席はラミレスを迎えます。さあ、その長打力というところがまた見てみたいんですが、この打席はどうでしょうか。なかなかね、甘い球は投げてくれませんけども、甘くては打ちたいところですよね。いい高さですね。ワンボールワンストライク。自分が、ね、首振ってましたけどね、だから自分が打つべきボールじゃないけど、今の高さを打つとね、はい、いいと思いますよ。背番号130、キャンプは練習生として臨んでいました。育成契約となって今度は支配下を目指すということになります。もう日本人投手の変化球に対する対応というのはここから求められますからね。スターティングメンバーに2人を並べました。インコース見逃しの三振、橋本が投げ切りました。まあ、外国人選手の結構体のインサイドのコースっていうのはね、結構ボールが厳しいんですよ、結構海外のね、ストライクゾーンっていうのはね、はい、ここは結構きっちり取りますからね、あの辺りへの対応を覚えていかないといけないですね、はい、そして先ほど守備で一つミスがあったロベルト、バットで取り返すことができるか。初球変化球でカウントを取ります。というところ、特にそのインサイドをわざわざヒットにできなくても、例えば追い込まれたらカットできる技術というようなそういうところはおそらく狙っていくと思いますね、ボテボテのゴロはサード、ちょっと高めの送球でしたがアウト。しっかりと橋本が2イニング目を抑えています。